プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。プロ雀士の憩いの場、麻雀遊戯カフェ、本日のお客様は大悟ひろしプロです。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい。毎回ですね、通常のいろいろな収録をした後にですね、カフェないしバーのですね、収録をすることが最近多いんですけれども、はい、ちょっとですね、あまりに、スタジオの方の普通の収録の方が盛り上がりすぎてしまいまして、大幅に時間がですね、迫っておりまして、今回異例の2ネタということですね、はい、駆け足カフェの方になる可能性がございますが、はい、ちょっとじっくりお話を聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとですね、そんなお話を聞く前にですね、なんと、また麻雀営業を支えてくれる方が増えたということで、はい、イキさん、こちらにあるんですけど、マート株式会社さんが入りまして、はい、あの大阪のですね、麻雀用具器具を作って販売しているという形の会社さんでして、そうですね、まあ、業界では超有名、はい、そうですね、老舗ですよね。そうです、はい、うちのスタッフがですね、ちょっとこう営業というか、麻雀営業、どうですかと言ったらですね、すごいな、まあ、ここもよく聞いてていただきました。なんか松岡さん、ありがたい、まあ、鈴宮さんと一回、ね、スタジオにあの大阪の方にちょっとお邪魔もさせていただいたりしたんですけど、なるほど、これを機にまた大阪の方でいろんなね取材をさせていただけたらと思います。ありがとうございます。まあ、この機にまたちょっとスポンサー様が増えましたので、はい、より一層頑張っていきたいなという感じですね。ですね、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてスポンサーさんが増えてるのですね、ありがたいことですが、そこに時間を割きすぎると大悟さんのお話がなくなってしまうと。今当番なんですね。そうです、はい、先発当番です、はい、小林豪とタッキーと鈴木大輔さん、はい、あ、これは大輔さんなんだ、それは知らなくて。いや、辛いメンツです。辛いメンツですね、この後。いや、でもね、めちゃくちゃ楽しみです。あ、そうですね、その感じですね。うん、強い方が、テンション上がるな。ということでですね、はい、まあ、ちょっと皆さんもすでにスタジオの収録も見てくれてると思うんですけども、近藤監督にですね、ちょっと協力をしていただいた収録もあったりしまして、近藤さんは今日大悟さんが収録をすることを知ってるのにですね、今日の当番を指名したということでですね、はい、近藤さんの茶目っ気もすごい、すごい、はい、本当ですね。ちょっとドッキリやすことが言ったらやばい。危ねえ、たどりつけないかもしれないです。新監督、我々を甘く見すぎでございます。でもね、ここで楽しく喋って、そのままのこのテンションでですね、頑張っていただきたいと思ってます。そうですね、はい、ちょっとその流れで本日ですね、2つメニューを用意させていただきました。 M リーガーになってどう、今だから話せる最高戦ということで、まずはちょっとこのね、もうお話出てきますけども、 M リーガーになってどうっていう話からちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、ボス、オラ滝沢、麻雀遊戯王絶対見てくれよな。いやー、待ちましたよね。待ちましたね。もう次こそ大悟だろうみたいな。そうですね、言われ続けて、はい、めちゃくちゃいろんなところで言われました、ね、3年目ぐらいからなんかもう名前はずっと上がってますけどね。そうですね、はい、ドラフトの時期の1ヶ月前ぐらいからめちゃくちゃ街で声かけられるんですよね。あ、慣れるといいですね的な感じで、うん、はい、いつも見てますとか言われて、で、慣れなくて、そのためになんか、うん、悪いことしたなみたいな。同じようなことをね、続きましたね、はい、なんか宮内小杖も言ってましたよね。うん、もう毎回次こそ次こそ、うん、そうなんです、本当にその1ヶ月間ぐらいなんですけど、うん、急に増えるんですよ。あ、やっぱ最高位途絶えたタイミングもあったわけじゃないですか。そうですね、はい、やっぱその後とか、それはやっぱタイトルホルダーは期待値高いんじゃないかみたいな感じで。そうですね、はい、ありますよね。最高位戦もなったし、その前後も、はい、めちゃめちゃリーグ戦勝率良かったじゃないですか。そうですね、うん、はい、結構調子良かったですね、ずっと、うん、これ逃したらぐらいの感じでしたよね。いや、本当ですよ、うん、しかもなんか実際に、まあ、もう話していいって言われてるんですけど、はい、他のチームさんにその最高位になったタイミング2年前ですかね、はい、ぐらいのタイミングでちょっとお声掛けいただいて、うん、で結構その会社に行ったりとか、うん、はい、そのチームで自分と話したりとか、まあ、いろんなことをしたんですけども、うん、まあ、結果その会社の判断でダメみたいな感じのことが一回あって、うん、でいろんな事情があったんですけど、それチームはちょっとはそれは明かせない、まあ明かしてもいいんじゃないかな。風林火山さんですね。あ、そうなんですね、はい、あのオーディションやってた時ですよね。そうです、そうです、はいはい、で松ヶ瀬が結構決まって、うん、もう一人っていう時に、まあ、僕から海さんで話をしてて、うん、実際ドラフトの前日とか前々日ぐらいにして連絡来たの、はい、それまで結構いいんじゃないかなと思ってたんですけど、っていう感じのこともあったし、本当いろいろありましたね。よかったですね、それも言えるのもだからなったからこそですもんね。あ、まあ、そうですね、なったからこそ、まあ、そうですね、はい、まあ、今回もその誠一さんに一番最初に話をもらって、チームの関係者の方と誠一さんと、まあ、4人で一番最初にお話もらったんですけど、
まあ、その時はもうなんかそういうことあったんで、そうですよね、はい、もちろん嬉しいし、うん、まあ、慣れるかもなっていうのはあるんですけど、うん、決まったって感じじゃなかったっすね、ずっと。そうなんですか、はい、本当にあの一応その取るとは言われてはいるけど、あ、そうですね、言ってもまあそのどういうものかっていうのが分かったんで、前のあれで、うん、まあ、その会社がまあ契約するにあたって倫理的なものをあげて、うん、それが OK じゃないとっていう仕組みなのを理解してたんで、うん、だからもう呼ばれて契約するまでは、そうですね、一応は、はい、うん、なんでその鈴木さんとかね、現場の方が挙げていただいて、うん、それがどうなるか次第だなみたいな、そんな感じでしたね、うん、はい、本当会社の人の採用って感じですよね、うん、うん、本当そんな感じです、ね、その部署のトップはこの人だってなっても、なんか会社がちょっとごめん、はい、やっぱ予算がそうそうそう、そういう感じです、本当に、はい、じゃあまた1ヶ月はそう言われて、そうです、今度こそでしょ、はい、今度はどうかなみたいな、セガさんいいでしょみたいな。でもセガさんはすごいなって思ったのが、まあ、僕そういうこともなんとなくですけど、ニュアンス的に伝えたんですよ、まあ、こういうことあって確定じゃないみたいなっていうのを思ってるみたいなことを多分ニュアンス的に伝えたと思うんですけど、それで会社の方がデザイナーさんがいるんですよね、セガのいろんなグッズとかそれ系とかのデザインをして似顔絵描いたりとかしてる方がいらっしゃるんですけど、その方が似顔絵をそのチームの来年はこのメンバーで行きますみたいなポストカードぐらいの大きさのイラストを描いてくださって、はい、で今うちのチームの気持ちは来年これで行く気持ちですって形にしてきましたみたいな、すごいと思う、めちゃめちゃいいエピソードですね、いや、はい、それがめちゃくちゃ嬉しかったですね、それはいい話ですね。それはいい話ですね。うん、僕的にめちゃくちゃ印象残ってるんです、それは。セガさん的にはもしかしたら大悟さんが他にも取られちゃうかもしれないっていうのも込みで、なんかこう。かもしれないし、まあそうですね、真意は分かんないんですけど、うん、まあいただいた時は、セガサミーっていう会社って、しっかりしたっていうか、いい会社なんだろうというか、人情的な会社なんだなというか、まあなんかそんなイメージを受けましたね、それで。うん、はい、確かにセガさん監督もまあ何回か変わらないけど、そうですね、チーム作りとかそういうのは結構一番気にしてる可能性ありますよね、うん、で実際入ってみたらめちゃくちゃアットホームなチームですし、なんかすごくいいチームに入れていただいたなっていう、そんな感じですね、なんかスタッフの方もすごくなんかあれですよね、そうなんです、心が優しいですよね、心が優しい、そう、なんかね、うまく言えないんですけど、あったかいですよね、普通っつったらあれですけど、やっぱセガサミーっていう会社に所属してる方じゃないですか、うん、なんで社会人としてのその接し方っていう感じじゃないんですよね、なんか本当にチームとか家族とかに近い感じの、うん、あ、そうですね、そんな接し方のチームで、うん、うん、そこら辺がねすごいなというか、でもとはいえやっぱりその女性3人で、はい、男性1人じゃないですか、はい、やっぱそこでその話し相手みたいな楽屋とかで手が困ったりしないんですか、はいはい、最初はどうかなと思ってたんですけど、実際入ってみたら結構喋るんですよね、あの僕大谷さんとか東條さんってほとんど話したことなかったんですけど、お二人ともね多分ね気を使うのが上手というか、結構喋ってくれますね。近藤さんはどれぐらいの頻度でいらっしゃるんですか？近藤さん月2回ぐらいですかね、今は M リーグの会場にいらっしゃるのか、あとはまあ結構そのイベントだったりとかそういう系にはもちろん来てますけど、じゃあなんだかんだで3分の1ぐらい合うんですか、近藤さん？そうですね、やっぱりなんだかんだ言って合います。実際どうでした？ M リーグのその、まあ、はい、はい、1戦目ですか？ああ1戦目、はい、1戦目、あのびっくりするぐらい緊張しましたね、自分でも引くぐらい、最強戦のファイヤーズどっちで緊張しました？あ、そうで、めっちゃ看板出てますけどポスター出てますけど、最強戦のファイナルが今までで一番緊張したんですよ、うん、僕緊張するとこれもう分かってるんですけど、頭とかは一緒なんですよ、普段と考えれる内容とかがこうなんていうのかな、なんかテンパってあわあわしちゃうとか、そういうのないんですけど、単純に体が例えば額にすごい汗かくとか、手がちょっと震えるとか、体に出るタイプなんですよね。最強戦の時も汗は別にいいとして、手が震えるとちょっと積もりにくくなるじゃないですか、うん、こぼしちゃいそうになる、だからちょっとゆっくりになったりとか、なんならひどい時はこう手をついて固定してからじゃないと積もれないみたいな、こうなっちゃうっていう感じだったんですけど、まあ、それのひどい感じでしたね、1戦目は。なんかその意味は見えなかったですか、うん、いや最初はね、よーく見るとね、多分やっぱ結構こうやって積もってんだこの人って多分感じになってると思うんですよ。1戦目トンさんかトン4か覚えてないんですけど、親で5巡目ぐらいにリーチしてみんな降りてずっと積もぎって、はい、結局積もれないみたいなところあったんですけど、その時になんかいつの間にかあんまり震えなくなりましたね、没頭できたっていうのが、はい、そうですね、ようやく体が落ち着いてくれたというか、それ1戦目だけですか？いや3戦目ぐらいまで続きましたね。この前は結構大丈夫だったんですけど、なんでなんですかね、わ
かんないです。自分でもね、わかんないですけど、ね、その呼ばれるまではそうでもないです。あ、そうでもないです、ね。普通なんですよね。はい、なんなら1戦目って、中林と、うん、あと、ケンちゃんもいたんですよね。だから、なんかその、いつものメンバーだって言ってたじゃないですか。だからそんな緊張しなくて、済んだみたいなこと言ってたんで。そうなんです。んで、こんな感じのね、待合室、前室で、こう座って、みんなで結構話してたんで、うん、本当にね、M リーグ始まって、一番うるさかったんじゃないかぐらい結構喋ったんですよ、その時。はい、渋川のね、髪型いじったりとか、みんなでしてたんですけど。ほんで、あ、これ全然大丈夫そうだなと思ったんですよ。ケンちゃんとかケイ君も、もう全然緊張しないじゃん。俺じゃなくて、ゴーさん出せばよかったかなとか、なんかそんな話してたんですけど、始まったらもう全然ダメでした。緊張してる。びっくりしました。あれみたいな。さっきまで勢いよく喋ってた。急にでなんか真面目な顔されたらそっちの方が緊張しちゃいますよね。逆効果だったのかもしれない。なんかね、分かんないですよね、自分じゃどんな緊張してるっていうのは。本当始まってみて、あ、手が震えるなとか、汗いっぱい出るなとか、その感覚でしか分かんないんですよ。最強戦が8だとしたら、1戦目が10ぐらいな感じでしたね。この前の4戦目は、まだ普通のやっぱりリーグ戦よりかはちょっと緊張してるなって感じしたんですけど、まあ2ぐらいな感じですかね。だからだん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 普通になってくる。緊張してるからって別にいつもの大変ですよね。あ、そうですね、うん、はい、特にそれで何か違ったプレーしてるわけじゃないってことですか。そうですね、はい、頭は普段通りというか正常ですね、うん、でも何戦目ぐらい、あ、もうそろそろ大丈夫だなっていう感覚になったんですか。いやー、でもなんか、あ、もうようやく慣れてきたかなちょっとって思ったのは本当この前のですね、4戦目ですかね、うん、じゃあ2戦目3戦目も、あ、ちょっとやっぱまだ、あ、2戦目3戦目はやっぱね、トンバは結構手とかに出てましたね、うん、M リーグの宣伝じゃないですけど、はい、ダイゴさんって結構面白い手順というか、あ、まあ、本人はもう普通だと思って、はいはい、思うんですけど、はい、そうですね、そう、はい、だから案の定やっぱ来るじゃないですか、そう、はい、来ますね、どうですか、はい、コメントというかね、そうですね、うん、こんなことでもなんですけど、ね、慣れてるというか、書き込まれる量みたいな SNS すごいっすよ、ね、は全然違いますけど、うん、まあ、元からそういうのはね、あの最高戦のリーグ戦をアベマで流してる時から結構あって、うん、はい、まあそのうちなくなっていくって言ったらあれですけど、まあ、納得してもらえることが多いですよね、はい、なんですけどタイプ的に僕みたいなのっていうのは、まあ、麻雀なんでね、その最初に勝つか負けるかっていうのはある程度牌がね、どこに置いてあるかによって変わってくるんであれなんですけど、まあ、Mリーグに入って最初は結構勝ちたかったですね、そういう意味で、はい、うん、まあ黙らしたいわけじゃないけど、まあ黙らしたいというか、うん、説得力が必要になってくるんで、それをまあ長い間のポイントでかけてやるよりかは、まあ最初からある程度持ってた方が楽だなとは思ってましたけど、まあそれはね無理だったんでまあでも慣れてますね本当に。あ、人によってね結構ね気にするタイプの人とか気にしないタイプの人が分かれると思うんですけど、僕は多分そんなに気にしない方じゃないですかね、はい、とにかく一生のどうですよね、うん、そうですね、別にそんな全然焦ってないですけど、うん、いつかはねポイントは戻ってくると思うんですけど、まあできるだけ早い方がいいなっていうか、ほっとしたいなって、まあそうです、ね、まあそんな感じで、そうですよね、はい、いやでもね、最高位上り詰めた人もやっぱり緊張する舞台っていうことで、なんかその M リーグのなんかステージの大きさがなんか分かりますね。いや、そうですね、本当に。しかもあれね、あの最強戦もそうなんですけど、独特じゃないですか、あんななんか広いところにポツンってあって、やっぱステージ作り込まれてますね。そうなんですよ。だからあの環境とかもそうだし、まあ、見てる人のね、数とか、何が関係してるのか分かんないですけど、やっぱ違いますよ。うん、最初に遊戯王の収録受けてくれたじゃないですか。はい。落差えげつないと思う。とんでもない落差。ね。そうかもしれない。こんなにも違うかねっていう。逆にこのテンションで言ったらね、今日第一戦、はい、いけるかもしれません、ね。あ、そうですね。せっかくだからちょっと勝ってもらいたいです。そうですね。そろそろだと思うんですけどね。皆さんね、全員強いですけど勝っていただきたいですし、はい、今日大悟さんが負けた場合、この動画非公開ということで。でも結構な確率で、はい、あの今日登板ですよとか、明日登板ですよって人、はい、うちのゲスト来てトップ取る確率高いです。あ、そうなんですか。じゃあやっぱりリラックス効果あるんですかね。ちょっとしたらね、まあ、さっきちょっと電気も流していただきました、ね、あ、そうですね、はいはい、ちょっと気の流れ良くなってる可能性あるんで、気も遅れてると思いますんで、はいはい、ちょっと心配しましたけどね、あれでバーッと流れていってっつってこう確かに違いに、ね、イエローカードみたいな大丈夫、完全宇宙戦だった
大丈夫ですよね。大丈夫です。親指大丈夫です。それ言ったけど言わないでください。確かに。もし今日、エブリングで手が震えても、電流の制御はしないでください。わかりました。まあ、今日は大丈夫だと思います。まあ、最高位戦とはっていうとちょっと難しいですけど、他の団体と比べると、やっぱり麻雀が好きっていうのかな、オタクというか。うん